Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Deutsch sprechen werde. Ich habe das geschafft, also schaffst du das auch. Jetzt erzähle ich dir, wie ich das geschafft habe. Moin, 皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、ジョーチューブです。今回はですね、これさえすれば誰でも最速で確実に外国語が話せるようになるという方法を話させてもらいたいと思います。まずは自分の話からさせてもらうとですね、僕は学生時代に本当にものすごいバカでした。恥ずかしいんですけど、まああんまり恥ずかしいとは正直思わないんですけど、高校時代は、クラスの中でまあほぼ学年の中でも一番と言っていいほどのバカでしたね。で、忘れもしないのが、中国からの留学生が僕の高校に来ていたんですね。で、その中国人の留学生に国語のテストでまさかの負けるということがありました。それはさすがにもう忘れはしないですね。本当にそれぐらいのバカでした。何を言いたいかというと、それぐらいバカだった自分でも5年間で難しいと言われているドイツ語をマスターすることができた。ということは、誰でも、皆さんでも誰でも、努力して、正しい方法で努力さえすれば何語でもマスターすることができると僕は言い切れます。ドイツ語がどれくらい難しいかと言いますと、国際的な機関であるユネスコが発表した、語学難易度ランキングで第7位にランクインしているほど難しいと言われている語学なんですね。それを、そんなバカだった自分が5年間でマスターすることができました。今回はですね、そのドイツ語、難しいと言われているドイツ語をマスターした経験を振り返って、これを最初からやっていれば5年もマスターするのにかかんなかったなという、少し後悔しているようなやり方を皆さんにここの動画で発表させてもらいたいと思います。ドイツ語の勉強を始めた頃はもう本当に意味がわからなすぎて、もう本当に暗号を勉強しているような、暗号を解いているような感覚でしたね。なので、このドイツ語がいつかこの自分が話せるようになる日が来るとは、正直言って始めた頃は1ミリも思っていませんでした。ただそれを、日頃の努力で積み重ねていくことで少しずつできるようになっていきました。そんな自分でもですね、今では5年前に就職させていただいた、ドイツ企業で、今ではエリアマネージャーという肩書きで、各13カ国出身の46人の従業員と14店舗のお店をマネジメントさせていただいてます。仕事はですね、ほとんどドイツ語しか使わないです。ドイツ語とたまに英語を使うぐらいで、で、46人の従業員の中には2人だけ日本人の方がいらっしゃるので、その方々と、コミュニケーションを取るときは日本語で、それ以外はほとんどドイツ語しか仕事では使えません。早速本題の方に入っていきたいと思います。僕が思うに、語学学習とはいかに自分を置く環境を変えられるかだと思うんですね。これだけしたら確実に最速でマスターできるという究極論を言うと、英語をもし勉強したいという人が今いるとしますよね。それだったら、英語が話されている国、例えばアメリカだったり、イギリスだったり、オーストラリアだったりに行って、着いた瞬間から日本語を完全にシャットダウンしてください。シャットダウンして英語だけしか話せない環境に身を置きます。だからベストなのは、日本人とか全くいないような、もう本当にネイティブとかしかいないような田舎町に行って、そこでしばらく暮らすことです。僕が思うにですね、語学学習は頭ではなくて体で覚えるものだと思うんですね。で、少なからず僕はそうやってドイツ語を覚えてきました。だからまずは体にこの言語ができるようにならなければ死ぬかもしれないっていう、それほどの危機感をまずは覚えさせてください。そこから全てがスタートします。だからまずすることは、日本語を完全にシャットダウンすることです。なので、僕がドイツに来てやったことは、まず携帯とパソコンの、言語設定を日本語からドイツ語にしました。だからできるだけ目に日本語が入ってこないような環境を作ることです。なので、できれば携帯で日本語の記事などは見ない方がいいですし、SNS だったりとか YouTube の動画も日本語でできれば見ない方がいいです。で、もう頭を日本語から、外国語モード、英語モードだったりとかドイツ語モードに切り替えることです。それが最初は本当に難しくても、それが本当に難しくても、その一歩を踏み出すことで全然変わってきます。皆さん、日本から海外へ出るときって日本円って持ってかないですよね。
で、なんでかというと、それって日本円は海外では使えないからなんですね。でそれと一緒なんですよ。日本語も海外へ持って行っても外国語を勉強してないんだったらそれは使えないんです。それは逆に荷物になってしまうんです。なので、円をドルだったりとかユーロに変えたように頭の中で日本語を外国語に変えるような努力を常にしてください。日本語を外国へ持って行っても意味がないんです。それは本当に邪魔になってしまうんです。自分はドイツに来て数年経った、2、3年経った時に自分のドイツ語の成長力、成長してなさに、一度危機感を覚えました。そこからできるだけ SNS だったりとか YouTube を日本語で見るのをやめました。で、日本の友達もできるだけ連絡を取らないようにしていました。日本語を見ないように、日本語から避けるって言い方したらおかしいですけど、それほどしないとこれほどバカな僕にはできませんでした。それほど、器用な人ではない限りできないと思います。最速で確実にマスターしないんだったら、とりあえずまずは日本語をシャットダウンしてください。そこからスタートします。それをスタートした瞬間にドイツ語、僕のドイツ語のドイツ語力は本当にどん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 ステップアップしてきました。だからその時は本当に日本のニュースとか見てなかったので、今日本で何が起きているのかとか流行っているものとか本当に全然知らなかったんですね。で本当にもう日本語もたくさん忘れて、まあ今話して気づいてる方もいるかもしれないんですけど、本当に日本語も下手になりました。忘れても日本語を久しぶりに話すと単語とかを忘れてしまったりとかしていて、本当に出てこないことがたくさんあります。で今では恥ずかしいことに、携帯なしでは、紙の上にペンとかで、小学生レベルの漢字も書けなくなりました。本当にそれぐらい、僕は日本語をシャットダウンしました。実際に僕も20年以上ドイツにいるけど全くドイツ語が話せないという人とかたくさん見てきました。それはその人たちは環境を変えていないからです。それが理由です。環境を変えていないのが理由です。ドイツに外国から来る人はそれぞれ来る理由だったりとかが違うんですね。来ざるを得ない、来るしかいなかったとか、そういう人もたくさんいるんですよ。だからそういう人たちは家族だったりとか小さい、コミュニティの中で、例えばその言語のだけ、その母国語だけ話していたらドイツ語はもちろんできるようにはならないんですね。だから、海外に来て、海外に来るだけじゃダメなんです。海外に来て日本人たちとかとシェアハウスをしてたりとか、日本人たちの中にいたら外国語は伸びるわけがないんです。だから海外へ来て外に出ることなんです。それが本当に大事だと思います。海外に来て外に出ること、それが語学力をアップさせる、それが最大の秘訣だと思います。だから外に出て自分が置く環境を変える、で、そして体で覚える、それが語学学習の最大の一番のコツだと僕は思います。頭の中のスイッチを完全に切り替えることです。頭の中で日本語で直訳している間はまだまだです。英語とかドイツ語って、当たり前なんですけど日本語と作りが全く違うんですね。だから直訳することによって逆に複雑になったりすることとかありますし、ドイツ語だったりとか英語でしか表現できないことっていくらでもあるんですね。だから直訳すると逆にややこしくなるんで、もう頭の中のスイッチをドイツ語モードだったりとか英語モードに切り替えて、できるだけ直訳もしないで勉強するのが、それで体で覚えておく、それが本当に難しいことなんですけど、それができたら本当に語学力は上がっていきます。なのでとりあえず外に出て聞きまくって話しまくる、それが大事です。聞きまくって話しまくってください。で、自分はさっきも言った通り学生時代勉強してこなかったので、机に向かって勉強するようなやり方はほとんどしなかったです。それは自分に合ってないっていうことは最初から分かっていましたし、それができないってことは最初から分かっていましたので、その方法は僕はやりませんでした。僕はずっと外に出て聞きまくって話しまくりました。その時に語学力が本当に上がりました。ただこれは自分の意見なんですけどね、机に向かって言語の勉強するのは本当に文法ぐらいでいいと思います。文法と単語ぐらいでいいと思います。なんならもう単語だって会話の中で覚えられると思うんですね。で、会話の中でわからない単語とかが相手が使ってきたとかでした時はもうそこでもう恥ずかしがらずに聞くことです。その単語どういう意味とかって聞くことです。で、もしそれが本当に恥ずかしいんだったらどっかにメモったりとかして家に帰った時に辞書で調べたりとかする、そっちの方がよっぽど机の上で勉強するよりも頭の中に残るんですね。だからもういかに会話の中で、外の会話の中で体に染み込ませるか、それが大事だと思います。で、自分が思うに
黄金比というのは8対2ぐらいでいいのかなって思いますね。8割会話の中で勉強して、残りの2割を机で、文法とかを勉強する。それが、語学勉強の僕が思う黄金比なのかなって思います。正直言って僕の場合は9対1もなかったですね。1割も机の上で勉強しなかったと思います。本当に僕はもう本当にずっと外に出て外で勉強しましたね。はい。で、自分がまずやったのがとりあえずネイティブの友達を作りまくることです。で、その友達とずっと一緒にいて、その友達と話しまくることです。で、もしそれができたらベストなのはシェアハウスなので、そのネイティブの友達たちと一緒に住むことです。海外ではそれが結構できることが多いので、シェアハウスでネイティブの友達と一緒に住んで、そこで話しまくること、それが本当に語学力アップにつながります。だからまずはそのできた友達、ネイティブの友達と話しまくってください。で、最初のうちはもう文法だったりとか発音だったりとか全く気にしないでください。もうとりあえず話しまくる。自分が勉強した単語だったりとか、自分が知ってる単語をとりあえず話しまくる。そうやって覚えていくしかないです。最初のうちはもうバカにされたりとか、もう笑われたりとかしてもいいんです。そんなのを気にしないでください。そうやって覚えていくもんです。だからそれを気にしてたらもう、その語学力のアップするスピードが遅くなります。なのでそんなことは気にしないでください。まだ喋れないちっちゃい子供って覚えた単語とか繰り返すじゃないですか。そういうちっちゃい子供って、文法だったりとか発音だったりとか全く気にしないと思うんですよね。で、そうやってどんどんそういう発していく中で、例えば親からこうやって言うんだよとかって言われて、そうやってどんどん直していって、ちっちゃい子供なんか勉強なんかしないじゃないですか。覚える言葉を覚えるときに、それと一緒でもう体で覚えさせるんですよ。だからもう文法だったりとか細かいこと、発音だったりとか気にせずに、とりあえずまずは喋っていくことです。それで体の中に染み込ませること、それが大事だと思います。そして僕がおすすめなのがですね、やっぱりそれでも恥ずかしいっていう人は少なからずいると思います。で、もし本当に恥ずかしいんだったら、そういうネイティブな人たちとお酒を飲む環境を多くしてください。お酒を飲めない人だったら、その酒の場にでも行ってください。そうすると本当にもう酒飲んでる時って僕はですよ、恥ずかしいっていうのが本当に普段よりもなくなるんですね。だからもう適当にでも本当に何でも喋るようになって、そうやってどんどん覚えていくスピードも上がっていくと思います。はい。で、家で一人でいる時とかって夜とかはどうしてもそういう時間は少なからずあると思うんですね。そういう時はいろんな人とチャットをしたりとか電話とかをして、そういう時間も有効に使ってください。で、もちろんそういう時間も、文法を勉強する時間とかに当てるのもいいんですが、僕はもうずっとチャットをしたりだったりとか電話をしたりとかして、そうやって覚えてました。で、一人で電車に乗ってる時とか、一人で街にいる時とかは、もう音楽とかあんまり聞かないで、僕は他人が話していることをずっと盗み聞きして、あの人は何の話してんだろうとか、あのカップル何の話してんだろうとか、結構変なやつですよね。でもそれぐらいやんないと、ダメだと思います。僕はそれぐらいやってました。何の話してんだろうなとか、もう少しでも理解できるように、他人が話していることに集中して、そこに耳を傾けて、どんな話し方してんだろう、どんな表現の仕方してんだろうとか、それをずっと盗み聞きして覚えていました。それが自分がさっきから繰り返している体で覚えるということです。もう耳で覚えること、口で話して体で覚えていくこと、それが語学学習にとって一番大事なことだと思います。そうやって周りとずっと話をすることで、インプットとアウトプットが同時にできるんですね。外で話をしている人はアウトプットしながらインプットできるんですよ。ただ机の上で勉強している時間が長い人はインプットする時間は長いのにアウトプットする時間は短い。そうなってしまうんですよ。語学学習とはアウトプット、いかにアウトプットできるかのゲームだと思います。アウトプットしまくった人、アウトプットを一番した人が勝つようにできています。なのでアウトプットしまくってください。アウトプットすることでインプットが同時にできるので、アウトプットすることが語学学習の中で一番大事です。だからまさに Learning by Doing です。そんな中で僕がおすすめしたいのは、語学学校に通うよりも働くということです。で、ただやっぱり最初のうまく話せないうちは雇ってくれる人を探すのもちょっと難しいかなと思うので、そういう時はできるだけ人がたくさん集まるボランティアなどに積極的に参加してください。
でそこで友達とかがたくさんできたりしますし、人助けをしながらボランティアをしながら語学学習ができるという最高の経験ができます。なのでボランティアは、語学学習、人が集まるボランティアですよ。一人でやるようなボランティアはダメで、みんなでやるようなボランティアは語学学習するのに仕事が見つかるまでは一番いい手段だと僕は思います。最初のうちは語学学校で文法などを勉強して、だいたい自分と同じぐらいの語学レベルの友達と仲良くしながら、そういう人たちと話しながら勉強するのもすごくいい勉強になると思うんですけど、ただある程度話せるようになってきたら、まあ目的にもよると思うんですけど、僕は思うにある程度話せるようになってきたら、語学学校に行き続ける必要はあんまりないのかなと思います。例えばもしあの A 級何級を取りたいとかだったら行く必要がありますが、話すが目的だったら語学学校に行き続ける必要は僕はないと思います。それはなぜかというと、もし働き出したら、話さなければいけないんですね。で、ただ語学学校は自分でお金を払って勉強しに行ってるんで、別に自分が話せるようにならないが、別に誰かに迷惑かけたりはしないんですよ。ただ働いて自分が話せなかったら、それは他人の迷惑になるんです。それは自分がお金をもらって働いてるのに、誰かが僕に言ってきていることが理解できなかったりとか、僕が思ってることを伝えられなかったら、それはもう言い方が悪いんですが、給料泥棒と一緒だと思うんですね。だから働いてる時は語学学校に通ってる時よりも危機感が増します。はい、なので働いてきだしたら本当に語学力はさらにまたアップすると僕は思います。働き出してネイティブの人たちに囲まれて、その国で働くことによって、社会の仕組みだったりとか少しずつ理解 してきて、表現の仕方だったりとかが覚えれるように なってくるんですね。ただ語学学校だったら先生はいるものの、そこで話す友達とかとは、間違った単語だったりとか間違った表現方法とかを多く使われてしまうと思うんですね。それに慣れてしまうっていうのがあると思うんですよ。だからできるだけ働いてネイティブの人たちに囲まれる、それが僕も また大事なことだと思います。はい、そんな感じでざっくりここまで話させていただきました。ただここまで話してきたのは、留学する人向け、海外に出る人向けで話をさせてもらいました。でここからは、もう留学できる人ばっかりではないと思いますし、そういう人は本当にごくわずかだと思いますし、日本で過ごしながら日本での日常で語学を勉強したいという人もたくさんいると思うので、そういう人向けに、日常生活の中での、話をさせていただきたいと思います。日本で過ごす日常の中で勉強をしていきたい、外国語を勉強していきたいっていう人たちは、やっぱりある程度目的があるとそれぞれ違うと思うんですね。で例えば軽く英語で、外国人たちと、日常会話ができるようになりたいだったりとか、海外旅行に行った時に困らないようにしたいだったりとか、英語でビジネスメールが打てるようになりたいとか、それによってそれぞれ違うと思うんですね。目的にもよると思うんですけどね、それもさっきの話とほとんど同じで、日本の日常の中で語学を、勉強したいという人も、いかに頭の中を日本語から外国語モードに切り替えられるかだと思うんですね。日本の日常の中でいかに外国語に触れられる機会があるか、外国語と触れる時間を増やせるか、それが大事だと思います。繰り返しますが、自分が思う語学学習で最も大事だと思うのは、体で覚えることとアウトプットすること。なので週に数時間語学学校とか英会話とかに通って、日本語で教えてもらいながら、教科書だったりとか本を読んでいても、正直言って話せるようにはなりません。それは僕は言い切ります。ほとんどの人が中学校と高校の6年間を、6年間で英語を勉強したと思うんですけど、それで英語を話せるようになりましたかね。僕は全くなりませんでした。僕は全然英語は高校卒業した時、高校の時とかは全く喋れませんでした。それはなぜかというと、日本の英語の授業は話せるような、教え方をしているわけではなくて、高校だったりとか大学とかだったりとかに進学するためのもう科目として英語を取ってるんですね。なので、授業ではもう頭を使って覚えさせられるんですよ。でもう文法とかの話ばっかりさせられますし、もう体ではなく頭で覚えさせられるんで、話せるようにはならないんです。
それと一緒で語学学校とかでずっと日本語とかで教えてもらってたりとか本とか日本語とかが書いてある本とか読んでても正直言って話せるようにはなりません。なので僕がおすすめしたいのは日本語禁止の英会話だったりとか日本語禁止の語学学校とかに通ってそこにいる間だったりとか授業中だったりとかは日本語を使わずにその言語だけを使う、その言語だけを使って頭の中を外国語モードに切り替える、切り替えてその外国語モードにしている時間をできるだけどんどんちょっと少しずつでも伸ばしていく、それが大事だと思います。毎日数時間日本語で話すのを禁止な時間を作ってください。その時間を取ってください。それを少しずつ伸ばしていくことが大事だと思います。今の時代日本にも外国人の方が増えてきていると思います。彼らは本当に最高の先生だと思います。その手を使わない手はないと思います。なので大学生だったら交換留学生だったりとかと仲良くしたりとか、困っていそうな外国人とかを見たら迷わずに声をかけてください。最初はもしかしたら恥ずかしいかもしれないですけど、僕も外国人としてドイツでもう7年住んでるんですけど、最初困ってる時とか言ってることを助けてくれるっていうその姿勢が本当に嬉しいんですね。でドイツ語で話しかけてくれるとかそういう姿勢が本当に嬉しいんですよ。だから日本にいる外国人って少なからず日本に興味を持って日本にいると思うんですね。だから日本語で話しかけられるのが嫌とかそういう思ってる人って多分いないと思うんです。困ることがあってもいないと思うんですよ。だからできるだけ日本人の人がそういう人を助けてあげてください。そうすることでもしかしたら関係も築けるかもしれないし、そういう英語で喋る機会、外に出て英語で喋る機会を増やすのは必ず大事になってくると思います。外国人がまだ多くないような地方に住んでいる方などとかもいると思うんですね。そういう人はいかにインターネットが使えるかだと思います。この時代インターネットを使ったら世界中の誰とでもつながることができる時代です。だからそういう人とつながってチャットだったりとか電話だったりとかもう Zoom だったりとかいろんなツールを使って外国人と絡みまくってください。それでも本当に語学学校とかに行って日本語で教えてもらうよりはそっちの方が絶対に伸びると思います。それも体で覚えるということです。なのでできるだけいかに話せる時間を作るか、いかに日本語を使わない時間を作るか、それが大事だと思います。それは日本でもできると思います。それをしている人は日本でも絶対に話せるようになると思います。それをするだけでだいぶ違うと思いますし、どんなに高い教科書だったりとかどんなにいい教科書を使っていても語学はアウトプットしないと上達しません。体に入れているだけじゃインプットしているだけじゃ上達しないんです。いかにアウトプットするか、いかに体で覚えようとするか、それが語学にとって一番大事なことです。これが僕が思う誰でも最速で確実に外国語を話せるようになる方法でした。本当にちょっとね、究極論から入って難しかったりとか厳しい話かもしれないんですけど、正直言って語学を勉強することって本当に大変なことです。甘い気持ちじゃ語学は本当にマスターすることはできません。まとめると、これは本当に究極論なんですけど、もし英語が勉強したいんだったら英語が話されてる国に行って日本人がいないネイティブの人しかいないような本当にもう田舎町だったりとかに行って、そこで日本語をシャットダウンします。携帯だったりとかの言語を全部変えて、できるだけ日本語が耳に入ってこないとか目に入ってこないような環境を置いて英語だけを使うような環境に身を置きます。その英語ができなければもしかしたら死ぬかもしれない、それぐらいの危機感を覚えさせることで英語がアップすると思います。もし留学できない、もし日本の中で勉強したいっていう人はできるだけ、1日の中で日本語を使わずにその英語だけしか使わないという時間を取ってください。その時間を長くしていって勉強したいことをできるだけアウトプットしていくことです。語学学習に大事なのは体で覚えることとアウトプットすることです。この動画が語学学習をする上で皆さんの少しでも役に立ったら嬉しいと僕は思います。グッドボタンとコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。チャオチャオ。 Ich hoffe, die Tipps helfen dir dabei, eine neue Sprache zu lernen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.